にちは。皆さん、福井土産といえば何が思い浮かびますか？たくさんありますが、私のおすすめが羽二重餅です。餅の消費量がトップクラスの福井県が誇る餅スイーツ、羽二重餅。福井県ではお客様をもてなすお茶菓子に、お土産にと、とても親しみのあるお菓子です。そんな羽二重餅とは一体どのようなスイーツなのか、ルーツを探りにまず訪れたのは羽二重餅発祥の老舗和菓子店です。明治38年に2代目の淡島常がもともと織物屋しておりましたので、家で織っていた織物をこれをなんとかお菓子に表現できないかっていう考えで、いろいろ勉強しまして、羽二重っていう織物はキラキラと滑らかな感じの織物でして、それをお菓子に表現しました。羽二重餅というお菓子が生まれました。福井はかつて絹織物などで栄え、繊維王国とも言われています。高級絹織物羽二重は羽のようにふわりと柔らかく、すべすべした手触りが特徴です。明治中期から大正にかけて福井で生産が栄えました。羽二重餅が発売開始された当時は羽二重織の輸出が全盛期だったということも追い風となり、織物屋や商社の人たちから、これはいいお土産ができたぞととても喜ばれました。郷土の誇りである羽二重織にちなんだお菓子ということで、多くの菓子店でも作られるようになり、今や福井を代表する名物スイーツとなりました。保存料などの添加物は一切入れずに、昔ながらの作り方で、もち米を粉にしたもち粉と水飴とお砂糖のみのシンプルなお菓子でございます。グラニュー糖使ってますので、柔らかくて、あっさりした甘さのお菓子に仕上げております。出来たての羽二重餅をいただきます。すっごいとろっとろで美味しいです。グラニュー糖の甘さがすごく上品ですね。美味しいです。他にもどら焼きやもなかなど、アレンジ羽二重スイーツが発売されています。近年の羽二重餅はバリエーションが豊富になっているんですよ。こちらのお店ではなんと約15種類もの羽二重餅を製造販売しているとのことです。いちごにごま味噌、チョコバナナまで、すごいですね。こんなにたくさんのバリエーションの羽二重餅はどのように誕生しているんですか？お客さんの実際の現場の声を聞きながら、今こんな商品ニーズありそうだねっていうところからスタートして、羽二重餅って基本的に特にご年配の方に好まれてるんですけど、そういう方に長く愛されると同時に、若い年代の方々にも触れていただいているような、そんな商品にしていこうねってことで、あでもないこうでもないってなりながら、いろんな商品を作っています。昔ながらの福井のお菓子なんですけれども、その進化していってるっていうところがこれからも楽しみだなと思っております。こちらではなんと工場見学もできるんですよ。店内には試食があるほか、購入した羽二重餅をお茶を飲みながら食べることもできますよ。それでは先ほど見ていてとても気になったクルミ入りの生羽二重餅をいただきます。見てください、すごいトロトロです。いただきます。いつも食べる通常の羽二重餅よりもトロトロ食感が倍増ですね。すごい美味しいです。これは話題性抜群ですね。羽二重餅は福井のお土産店や菓子店などで販売されています。各種オンラインショップでも取り扱っていますよ。絹のように柔らかくとろける福井の絶品餅スイーツ、羽二重餅をあなたもどうぞお楽しみください。